祖父です。今日はね、ヴァンパイアクラブの刑事清掃水替えをやっていたの。そしたらね、一匹だけ、見えますか、メテル、脱皮していたんです。で、右がヴァンパイアクラブちゃんでね、水場の中を見るとほら、なんかわしゃわしゃしたのがたくさん落ちているのが、見えてる。これが脱皮の殻です。ほら、上から見てみようかな。ほれ、見えますかね、いろいろ散乱してますが、一個ずつ見ていこうかな。ほれ、アップズームしますよ。ほれ、ズズイッとね。これが爪の殻。殻になっても紫色してるんですね。こりゃ驚いた。ちゃんと爪の形がきれいに残ってます。それから右側が、これ足ですね。爪に比べると足は紫色してないんですね。褐色とでも言うんでしょうか。そんな色をしてます。こっちにも反対側の爪と足がありますね。こうして見ると色の違いが分かりやすいかと。これ真ん中の、これおそらく胴体の脱皮の殻じゃないかと思います。これだけは足に比べてちょっと形が崩れてますね。その下にはまた足が落ちてますね。爪や足はきれいに形が残ってますが、胴体は結構崩れるんですな。脱皮が終わったヴァンパイアクラブちゃん、なんか心なしか色鮮やかに見えます。ちょっとね、やはり脱皮してさほど時間が経っていないんで、どうやら動きが鈍いようです。ちょっとね、そのタイミングとメンテナンスがぶつかっちゃって、この後体調を崩さないか心配なんですけども、まあ大丈夫かな。ちょっとね、この後経過観察を怠らないようにしようと思います。ということで、本日はヴァンパイアクラブの脱皮の模様をお伝えしました。それではまたお会いしましょう。さようなら。お元気で。